続いては平井堅対決、挑戦者は夢ならばどれほど良かったでしょう。ぼっちアカペラモノマネで今注目のシンガー松浦航大。対するはモノマネ界の若きエースシュネル。いや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 、さっきのあの映像で出たのは何なんですか。あれは一人でコーラスもその人のモノマネで、あのコーラスを入れてって、でモノマネするっていう。平井堅っていうのはもう自信がある。はい、平井堅さんにはもう絶対的な自信があります。あの 松浦君がうまいのは僕も知ってるんですよ。あのあ、やっぱり、はい、有名なんだ。えらいの当てられたみたいな。めちゃめちゃもう有名ですよ本当にね。最初スタッフからそれお願いしますって言われて、はい、あいいですよって言うけど、松浦君なのって感じ。一回髪落としましたね。ちょっと一回つってね、行きましょう。はい、ではまず松浦航大さんがモノマネする楽曲は、はいはい、ポップスターを歌います。ポップスター、ちょっとアップテンポのやつだ、はい、そして迎え撃つシュネルさんがモノマネする曲は何でしょう。キスオブライフを歌います。わかりました。さあどうなるんでしょうか。歌っていただきます。どうぞ。 I wanna be a pop star、 君をもっと夢中にさせてあげるからね。キラキラのポップスター、羽を広げ魔法をかけてあげよう。君だけに君に出会えた喜びと、君に会えない寂しさの、その頬に微笑みを与えられたなら、初めて君を抱きしめた瞬間に、神様が僕に下した使命は君だけのヒーロー。 I wanna be a pop star、 君をもっと夢中にさせてあげるからね。キラキラのポスター、羽を広げ魔法をかけてあげよう。 I wanna be a pop star、 君をぎゅっと抱きしめ